こちらのワインですが、サビニエレボーヌと申します。フランスのブルゴーニュ地方の南のあたり、ボーヌ地区ですね、こちらの少し北のあたりの地域から産出される白ワインです。通常、赤ワインの産出の方が多いんですが、白ワインも若干産出されております。合わせられるお料理としましたら、地元のそうですね、エスカルゴですとか、あと鶏肉を少し軽く赤ワインで煮込んだものですとか、サラダリオネーズ、ジャガイモですとか、お野菜を使ったサラダなんかでもよく合うかと思います。こちらのワインですね、オクセーデュレスと申します。フランスのブルゴーニュ地方の少し南のあたり、コートドボーヌ地区になります。コートドボーヌでも少し中ほどですね、丘に上がったあたりの地域で作られる白ワインでして、少し控えめなタイプと言えます。やや辛口ぐらいですね。合わせられるお料理と言いましたら、そうですね、子牛を使ったグリエですとか、あと鶏肉のローストですね、こちらなんかが非常によく合うんではないかと思います。こちらのワインですが、ピュリニーモンラッシェと申します。フランスのブルゴーニュ地方の少し南のあたりです。コートドモーヌという地域の白ワインになります。特徴としましては、ブルゴーニュの中でも比較的有名な、とても偉大で、なおかつ長熟タイプな白ワインではないかと思います。この中には、他の地域では特級なんかも産出されています。合わせられるお料理としましたら、エビを使ったもの、ソースアメリケーヌと申しまして、エビのお出汁を取ったソースですとか、あとソウルムニエル、舌ビラメのバター炒めですね、こういったものなんかも、ワインの持つ、キレがちょうどありますので、よく合うかと思います。はい、こちらのワインですが、サントーバンというワインです。フランスのブルゴーニュ地方の南のあたりにコートドボーヌという地域があります。そのボーヌの中ほどより少し南のあたりの地域だと言えます。ワインの特徴はと言いますと、3分の2が赤ワインが作られています。残り3分の1がこちらの白ワインになります。周りには、世界的に有名なピュリニーモンラッシェというワインの地域や、シェサーヌモンラッシェという地域のワインの区域に挟まれたところから産出される白ワインです。合わせられる料理といいますと、エビのグラタンですとか、あとそうですね、子牛を使ったクリームソースなんかが非常に美味しくいただけるのではないかと思います。はい、こちらのワインですが、ムルソーといいます。フランスのブルゴーニュ地方ですね、少し南のあたり、コートドボーヌという地域の中ほどより少し南のあたりに位置するワインの産地です。特徴といいますと、比較的コクのあるしっかりめの白ワインではないかと思います。香りは、バターの香りや、すごく芳香な華やかな香りもする、リッチな、非常に高品質な白ワインではないかと言えます。合わせられる料理といいますと、エスカルゴのバターソテーや、あとそうですね、舌ビラメのミネルなんかが非常によく合うかと思います。ワイン自体が気持ちコクがありますので、バターの力強いコクなんかにも十分美味しく対応するのではないかと思います。